こんにちは、健康たまチャンネルのたまみです。この動画では体にいいこと、健康に関することを配信していきます。よろしくお願いします。本日は便秘解消デトックスマッサージです。ダイエットだけでなく腸の健康のためにも便秘は大敵です。腸活には甘酒やヨーグルトなどの発酵食品もおすすめですが、今日は食物繊維豊富なオートミールを使ったレシピをご紹介します。オートミールをご存知な方も多いと思いますが、一応簡単に説明させていただきますね。オートミールは全粒穀物で食物繊維が多く、ミネラル、タンパク質、鉄分など栄養素がバランスよく含まれている優秀食材です。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がバランスよく配合されているので、腸の蠕動運動を活発化させ、コレステロールも低下してくれます。血糖値の上昇が緩やかで、貧血予防、成長作用、アンチエイジングと素晴らしい効能ばかりです。ただし量が多ければカロリー過多になるので適量にしてくださいね。今日はこのオートミールを使ったスイーツ、オートミールクッキーをご紹介します。ではオートミールクッキーの作り方をご説明いたします。簡単ですのでぜひ作ってみてください。ボウルにオートミール 100g を入れます。ビタミン E が豊富なアーモンドパウダーを 50g 加えます。タンパク質が豊富なおからパウダーを 10g 加えます。食物繊維が豊富な全粒粉を 20g 加えます。なければ小麦粉でも構いません。低糖質スイーツ作りに役立つのがおからパウダーと全粒粉です。ここにプロテイン 10g とサイリウム 5g を加えます。サイリウムは大箱のことですが、なくても構いません。別のボウルに卵を1個割り入れ溶きほぐします。卵の中に砂糖を 70g 加えます。低糖質にするためにラカント S を使用しています。低糖質スイーツ作りにラカント S は強い味方です。ラカント S を入れた卵をよく溶きほぐします。オートミールのボウルの中に卵を加え、よく混ぜます。ココナッツオイルを 90g 加えてよく混ぜます。くるみ 30g を食べやすい大きさにカットします。カットしたくるみを入れ、レーズン 30g も加え、よく混ぜます。ちょっぴりお塩を加えてよく混ぜます。
天板の上にクッキングシートを敷き、生地を適度な大きさに並べていきます。170度に予熱したオーブンで20分ほど焼いたら出来上がりです。今日のご褒美スイーツは、低糖質で食物繊維が豊富なオートミールクッキーです。では食べる前にマッサージを始めましょう。便秘解消とデトックスのマッサージを行っていきます。お腹を手のひらで優しく時計回りにマッサージしていきます。強すぎず優しい力加減で行ってください。便秘には太鼓というツボを押すのが効果的です。おへそから指3本斜め下に位置する場所を2箇所押していきます。中指と人差し指を使って中心部に押し上げるように優しく押していきます。あまり強く押さずに心地いい程度の力加減で行ってください。デトックス効果を促す水分というツボを押していきます。おへその中央上から親指1本分上がったところにあるツボです。中指の腹をツボに当て、体の中心に向かってゆっくりと押していきます。このツボもあまり強く押しすぎずに適度な力加減で行ってください。手のひらでゆっくりと時計回りにさすっていきます。最後に鼠径部へ向かって流していきます。マッサージを終えたらご褒美スイーツをいただきます。個包装しておけばお出かけの時の栄養補給にも役立ちます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。